グランツーリスモシリーズグランツーリスモグランツーリスモは2009年10月1日にソニーコンピュータエンタテインメントから発売されたプレイステーションポータブル用のドライビングシミュレーターポリフォニーデジタルが企画開発しているリアルシミュレーションレースゲームソフトグランツーリスモシリーズの一つキャッチコピーは車を愛するすべての人へ PSP 用のグランツーリスモは ハード発売前の2004年10月時点で発表されており、当初はグランツーリスモ4モバイルの歌唱で2005年春に発売予定だった。その後長期間表だった進展がなく、ポリフォーニーデジタルの山内和則は、プレイステーション3用のグランツーリスモ5の開発を優先すると発言していたが、2009年6月のエレクトロニックエンターテイメントエキスポにて、 サプライズ的に発表された。携帯機の性能の制約により、内容はナンバリングタイトルと比較して、グラフィックも含めて縮小されている。本作はプレイステーションで発売された同名タイトルのシリーズ第一作の移植、リメイクではなく、PSP オリジナル作品である。800種類も車種が収録されているのと35コース、70レイアウトを収録している。 2010年11月発売のグランツーリスモ5は本作とガレージなどが連動できる。なお初回生産限定でコルベット ZR-1 スペシャルカラーモデルがダウンロードできるプロダクトコードが同梱。また特定の店舗で予約をすると初回生産限定特典とは別に特別カラーの車をダウンロードできるプロダクトコードも同梱された。当初2009年10月8日 発売予定だったが2009年10月1日に繰り上げて変更された。また数量限定で PSP-3000 のグランツーリスモエディションと本作 UMD とアクセサリー類をセットにしたグランツーリスモレーシングパックも発売。日本では GT リアルと題する広告キャンペーンが発売当時に展開された。本作品にてドライビングのスキルアップができるモード。 様々なミッションに挑戦し、ドライビングスキルやレーステクニックを身につけることができる。基本操作を習得できるミッションから高度なオーバーテイクまで、初めてグランツーリスモに触れる人はもちろん、コアなプレイヤーにも楽しめるようになっている。ミッションはテーマごとに6つの構成があり、成績に応じて金、銀、銅のプライズと CR が与えられる。本作品のメインモード。 一人で走る。CPU が操る三台の車とレースを楽しめる、シングルレース、一台でコースを走行して、ラップタイム短縮を目指すタイムトライアルに加え、グランツーリスも5プロローグで好評だった、ドリフトテクニックを競うドリフトトライアルがある。シングルモードでは、レースの成績や距離とライバルカーの強さに応じて、賞金がもらえる仕様となっており、 ライバルカーを自社と同じ車に設定できるワンメイクオプションが追加された。これらの要素は後のグランツーリスもスポーツでも存在する。加えてドリフトトライアルでは採点区間があらかじめ決められているセクターモードのほかコース全集で採点するフルコースモードも搭載している。今作は賞金単価がドリフトポイント1ポイントごとに 200CR。 手に入る仕様となっており、後のグランツーリスもスポーツでも、賞金単価が大幅に減るも、賞金と経験値が手に入る仕様となっている。PSP のアドホックモードを介して、最大4人で、様々なレースや車のシェアトレードが楽しめる、モード。用意されているレースは3種類で、ドライビングテクニックで勝負が決まるレースの、スタンダードレース、 プレイヤーの実力差をスタートを遅らせることで補うパーティーレース、プレイヤーの実力差を車の性能差で補うシャッフルレースがある。また車のシェアトレードでは、お互いの車を共有して、車の数を増やしていくシェアと一部シェアできない車を交換するトレードがある。前者のシェアでは、手持ちの車はなくならず、お互いの車の不足分を補い合う形になるが、 後者のトレードでは交換するため手持ちの車が交換相手の用意した車に変わる。なお、各車種ごとにシェアトレードのどちらかができるように設定されている。ゲームを効率よく進めていくことには、シェアは必須となる要素であり、シェアなしで車を集めることは困難を伴う。ゲームを進めることにより PSP 本体のメモリースティック内に保存されている。 mp3 ファイルをプレイ時に演奏させられる機能が追加される。演奏する順番は、フォルダ内からランダムではあるが、対象フォルダが2箇所あるため、2つのプレイリストから選択するような形を取ることができる。公式サイトの収録者種一覧を参照。特定の店舗などで予約購入すると、特典という形で付属される。それに記されている。 プロダクトコードをプレイステーションストアで入力すると2009年12月末までダウンロードが可能だった。これらの車種はあらかじめメモリースティックにデータを書き込んでおくことで使用できる。PS3 または PC でダウンロードした場合はメモリースティックに転送する必要がある。これらの車種データがメモリースティック上に存在しない場合の使用はできない。のコースは純創。 逆走が選択できない。9コース16レイアウト8コース11コース13レイアウト5コース8レイアウト2009年11月25日に発売されたサウンドトラックグランツーリースモーリジナルサウンドコレクションには以下の曲が収録されている。ありがとうございます。